ケパ、フンケラは、スペインビルバオ出身のミュージシャン、作曲家、取引ィ者の名手であり、17枚以上のアルバムを発表している。幼少の頃は、フランシスコ・フランコ独裁政権下で、バスク語の使用が禁じられていたため、ケパというバスク語名ではなく、ペドロというスペイン語名で呼ばれていた。フンケラはスペイン語環境で育ったため、バスク語を話すことはできない。祖父と 母はタンバリン、祖母はダンスをしており、フンケラ自身はギターに興味があったが、母親にギターを禁じられて、アコーディオンを始めた。当初は一般的な鍵盤のアコーディオンを使っていたが、より早くリズミカルに弾くために、バスク地方の伝統的なボタン式アコーディオンである、トリキティシャを使い始めた。ほとんど独学で学び、1983年からは、 おしこりの多くのアルバムに参加している。1987年には地獄のジャバラでソロデビューし、伝統的な取引者音楽に革新をもたらすと、1990年以降にはジャズの要素を取り入れた。1994年のカレヒラ・アルブックでは英語の歌詞を取り入れ、1998年にはビルバオ・オラ・セロがゴールドディスクに輝いた。2000年には 過去8枚のアルバムからピーター・バラカンの選曲による日本編集版トリッキーがリリースされ5月には6人編成のバンドで初訪日した2004年には K でラテングラミー賞の最優秀民族音楽賞を受賞した単語作曲家のアストル・ピアソラに影響を受けたと語っており ワールドミュージックとしてのバスク音楽を日本に広く知らしめた。2011年にエミリオ・アラゴン監督が撮ったドラマ映画ペーパーバード幸せは翼に乗ってでは主人公の喜劇役者の手持ち楽器として取引者が登場しており、ケッパ・フンケラの演奏が使用されている。ありがとうございます。